大恐怖は18世紀末のフランスで集団的な恐怖によって引き起こされた農民放棄と反乱の動きである。主に1789年7月20日から同年8月6日にかけてフランスで広がり、その後さらに拡大した。それはほとんど阻まれることなくアンシャンレチームの権威の崩壊を示し、貴族の亡命の大きな動きを引き起こした。 それらはまた驚愕と新しい政治当局の不安を引き起こし、それに対する迅速な対応として、封建的特権の廃止をもたらした。一連の暴動は半世紀にわたる反乱と、さらに反封建的な抗議運動の増加に続いて起こった。農民の要求が反映された全国三部会のための陳情書は、1788年の不作の後、それまで以上に、 彼らを打ちのめしていた封建的特権と時代にもはや苦しめられずに済むという希望を彼らにもたらした。パリで起こった出来事についての説明、特に十分に理解されないまま広まったバスティーユ襲撃の物語には復讐や貴族による陰謀の噂や恐れが伴っていた。空腹の隙間となる7月になると予想される物価の上昇と貴族が希少となった穀物を ひっさらおうとするという疑惑によって不安はますます深刻になっていった。いくつかのケースではパニックは貴族が田舎のまだ青い小麦を刈り取って収穫を台無しするために強盗を雇ったという噂によって引き起こされた。他の地域では外国人による侵略の古い記憶がえった。教区から教区へ継承の音が鳴り響き、たちまち恐怖が広がった。 城に蓄えられていた火薬が偶然に爆発した後、フランシュコンテでは6つのパニックが発生した。シャンパーンニュ地方、ブズール近郊のシャトウドカンセでは、羊の群れによって発生した誇りは、行進する兵士の集団のものと受け取られた。ボーベ、メーヌ、南都地域、そしてリュフェック地域では、物乞いの僧侶たちが、山賊と間違えられた。マルセイユ、リヨン、グルノーブル、 ストラスブール、レンヌ、サンマロ、ルアーブル、ディジョンだけでなく、マコネーのような小さな町や村でも至るところで略奪、暴動、爆発、火災が発生し、領主の財産が荒らされた。農民は武装し、山賊、または架空の攻撃者による攻撃から身を守るために、民兵を編成した。しかし、それらは彼らの不安の産物でしかなかったので、集まって武装し、 怯えた農民たちは代わりに、かつての不幸の原因だった城や修道院を攻撃した。例えば、リュフェックの恐怖は非常に急速に広がった。それは1789年7月28日に始まり、北、西、東、南に伝播した。しかしビトレ、アルザス地域圏、ラングドックを除く全地域は、この大恐怖から安全なままであった。 アキテーヌ地域圏では、これをイギリスの恐怖と呼んでいた。これは、アジャンのプレーザーの死災で、後に立憲派死災となったバルサルーの証言である。恐怖におけるパニック、1789年7月の最後の金曜日、夜の10時、恐怖にものすごく大きな音の継承が鳴り響き、平和だった私たちは、イギリス人に対する恐怖に引き込まれた。 誰かが、一万人もの男たちがボアドフーが、時にはサンパストゥ、クレラック、ラセペードその他の場所に出没していると言った。警鐘は夜の8時から四方八方で鳴っていたが、賢い人々はそれを信じておらず、その後、翌日の午前11時まで想像しい警鐘は聞かれなくなった。クレラックに救援を求めて、 ラセペードから立て続きに派遣された3人の死者は1万人の略奪者に備えて私たちはライフルや釜、ピンで武装していると述べたが人々がラセペードに到着した時彼らはすべての噂に根拠がないことを知った警報は徐々に広がっていった水曜日から木曜日にかけての夜間にボルドーで金曜日の正午にはコンドンで 木曜日の夜9時にアジャンでは町中で警鐘が鳴り渡り1万5千人の武装した男たちが四方八方に散っていったが午前0時過ぎには全く平穏になった。今回のこの警鐘はアジャンで1690年8月20日の日曜日にユグノウの恐怖の名のもとに鳴らされたのと同じ種類のものだった。城を攻撃した農民たちは 彼らが三部会の陳情書で廃止を求めていた封建的特権が書き込まれたテリアと呼ばれる古い直居場の焼却を求めた。この状況は現代の歴史家に新しい政治的、社会的な意識を示しているが一部のボートが地元の領主に対して王の意思を示すよう要求したことは混乱を招くかもしれない。彼らは時々風格のある古い邸宅を焼き打ちに行った。 炎は夜の1時から2時の間に非常に勢いよく燃え盛ったので火の明かりによって窓辺で文字を読むことができたほどだった。24時間のうちにこの設備の整った城は略奪された上に焼かれた。空中の煙突と火災によって全ては燃やされ焼け残って黒くすすけた壁以外は何も残らずドアの蝶子外すら残されてはいなかった。この記録は マコネーにあった、竜二以上の火災を目撃した、ビシーラ・マコネーズの教区司祭が書き残したものである。反乱軍は互いに怯え合い、また、貴族と王政の権威を支持する者たちを怯えさせ、全国的な規模で貴族とその領地の管理人たちの逃亡を引き起こしたが、軍事的な抵抗は非常に少なかった。ジョルジュル・フェーブルはその著書、1 7 8九年の大恐怖の中で、 反乱の5つの傾向について説明しているが、共通の原因と目標によって動かされたこれらの様々な暴動のそれぞれの新現地の間には共通点はなかったと思われる。農民たちは城を焼き、倉庫を破壊することによって封建制を廃止したいという願いを表明した。少なくとも国民議会はそのことを理解しており、それに対して、 国民議会は1789年8月4日に特権の廃止を無秩序に集結させることを宣言した。ジョルジェル・フェーブルは大恐怖という現象を貴族の陰謀のせいにすることをせず、山賊に対する恐怖という集団的な感情からも距離を置いている。それは彼による成果の一つである農民による反乱。それはフランシュ・コンテのように、 1789年の夏の騒動とそれ以前の反乱を結びつける。彼はまた、マコネへの反乱軍には、多数の農民だけでなく、地元の職人もまた多く参加していることに注目し、このことに小麦についての心配や領主に対する反抗、そして、フランスの小麦粉が引き起こす、厳格性障害を超えた社会的な意味合いがあることを、指摘している。召使い。 武道栽培者、自作農民、または、崎み実り、職人及び小売店主。労働者、農場主、製粉業者、ブランデー醸造人。その多くは何がしかの財産を持つ人々である。一方、危険にさらされた人々には、学校の校長、裁判所の役人、領主の警備員などが含まれる。さらに、彼は、 判断が広がった、シャロンの倍裁判所の役人だった、ある警部補の意見に注目する。城や邸宅を壊滅させ、土地台帳を焼け払って時代から解放されることを意図して、全員が一つになった。彼らは貧しい人々が常に金持ちに対して抱いているという憎しみに、まだ興奮していたことを付け加えることさえできた。しかし、我々の誰もが、現在、 国民議会による調査の対象となっている、この秘密の衝動に導かれているようだった。メアリー・マトシアンによれば、ライムギの爆が当時の小麦粉の中に大量に存在し、幻覚の特徴を持っていたマイナスは大恐怖の原因の一部となっただろう。アジャンにおける1789年の反乱の記念プレートフランス革命の200周年を祝って、少なくとも一つの地域が、 公文書館の資料を発掘する仕事を引き受けたが、それはマコネーだった。刊行された本はタイトルに、山賊の子を採用して、失笑を買ったが、これは攻撃された貴族が、反抗的な農民に与えた名前である。この行事における記念イベントは、過去を解雇する展覧会と、多くの人々が参加した、フェスティバル、そして歴史についての共同研究を組み合わせた。 ものだった。その本の第一巻は16の自治体が反乱に参加しているリューニー軍に焦点を当てている。1789年7月に軍内で逮捕された264人の山賊のうち53人のワイン製造業者、51人の召使い、26人の農民、19人の農業労働者がいる。十人の布食工、十人の大工、 11人の石膏、10人の孫製造職人、3人の製粉業者などもいる。反乱に参加した人々の中には、武道園で働く農民もおり、決して癒しい強盗ではない。これが、ジョルジュル・フェーブルが指摘した、この国の革命の姿である。1789年8月4日の夜、議員たちは緊急に、フランスの田園地帯における、 バスティーユの占領からその新刊を取り外した。第二巻は、翌年に出版され、第一巻と同じ方向性のものであるが、この本の序文の執筆者であるピエール・グージョンと著者によれば、それは、その出来事が起こって、以来、党派的な、または時世に順応的な歴史学によって隠されてきた、歴史的真実を回復するものに過ぎない。これらの、マコネーの山賊は、 経済危機によって明らかとなった不平等と社会的緊張の国で起こった反乱の過重にいる農民である。この本は恐怖に怯えたブルジョア民兵が行った野蛮な抑圧をも忘れていない。20人の農民が衝突によって殺され、他の人々もコルマタンの城の前で同様の運命をたどった。トゥールニュ、マコネー、クルニーの限られた。 範囲内でも250人が投獄され、32人が公主刑に処された。合法的な正義は8月に入っても続いている。他の2つの公主刑とガレー戦での焦げ役刑である。国民議会は、マコネーの25の自治体の働きかけにより、1789年7月に起こった出来事に関連する恩赦を1791年3月22日に可決した。 1789年の7月半ばから1万人のピエモンテ人がドーフィネを侵略し、フランスが山賊に侵略されるだろうという噂が猛威を振るった。王が全ての城を焼き払っている。彼は自分以外の人々がそれを持つことを望んでいない。その後、8月9日以降にロシュモールとメッスで騒動が起こった。 8月19日、ビルドベルクのセネシャル裁判所の治安判事は、混乱を収束させ、消失した城、侮辱された修道院、殺されるか略奪された貴族をリストアップするように国王に訴えた。1782年から翌年にかけて起こった、覆面武装集団の反乱の後、すでに1783年に有罪判決を受けていたその参加者の一人が、 これらの山賊の中に現れている。この混乱によって、ピエール・ド・ベルニスや、ボ具グや、ダントレーグ伯爵などの領主の多くの財産が攻撃された。これらの出来事は1792年まで続いたが、その中で古典的な冗談、革命的な行動と明らかな強盗を明確に区別することは困難である。ありがとうございます。